八甲バス。八甲バスは東京都渋谷区が運行するコミュニティバスである。正式名称は渋谷区コミュニティバス。愛称の八甲バスは一般公募によりに中堅八甲にちなんで、命名さ、利用者向け案内にもこの愛称が使われている。2003年3月28日に最初の夕焼け小焼けルートが運行開始、現在は4ルートが運行されている。 運行は、東急バス、淡島営業所、京王バス東、永福町営業所、富士エクスプレス、東京営業所の3社に委託されている。渋谷区内には、一大ターミナルである、渋谷駅を中心に、東急バスをはじめ、京王バス東、中野営業所、永福町営業所、都営バス、渋谷営業所ほか、小田急バス、小田急シティバス含むなどの筋業者により多数の、 バス路線が運行されている。しかし多くのバス路線は幹線道路沿いに走行しており、東急トランセ大館山巡館線などを除き、多くの路線は住宅地の中までは入り込んでいなかった。区内でも旧来からの住宅街では高齢化が進み、また障害者など交通弱者にも利用しやすいコミュニティバスへの要望が区民から高まっていた。また、 渋谷区の地形は南北に長く、区内北部を走る小田急電鉄、小田急線や京王電鉄、京王線、京王新線などの鉄道路線は、新宿駅をターミナル駅としており、沿線在住の区民が区の公共施設などを利用する際は、新宿駅などで乗り換えて、渋谷駅経由で向かう必要が生じる場合もあった、渋谷区鉄道も参照。このため、 国内の公共交通空白地帯を埋めて、公共施設などへのアクセスを確保する、コミュニティバス路線の導入に向け、当時の区長であった小倉はじめ、2003年5月まで就任が、コミュニティバス検討を指示、2000年7月より、渋谷区、コミュニティバス導入検討委員会が設置され、コミュニティバス導入の検討が開始され、同年8月より1年余りにわたり、 区民の要望を調査して検討が進められ、翌2001年7月には、2つのルートが同時に決定された。この際に設定された2ルートは、区内北部を運行する本町、畑谷エリア A ルート、区内南部を運行する恵比寿、広尾エリア B ルート、共に省であった。後に、A ルートは2004年9月2日、春の小川ルート、B ルートは2003年3月28日。 夕焼け小焼けルート、原ルート名として開業することになる。計画の当初から2ルートの運行は決まっていたわけだが、B ルートが先行開業したのは、A ルートに比べ、境愛区間の運行に必要な地域住民と、道路管理者や警察など、関係各機関の協議が比較的スムーズに進んだためという。2002年1月、両ルートを運行委託するバス事業者の選定が行われ、 国内に一般路線を運行する4事業者を対象として選定し、当初は1ルート1事業者として決定された。選ばれたのは A ルートが京王バス東、当時は分社化直後の京王バス株式会社、B ルートが東急バスであった2003年11月16日から子会社の東急トランセに委託。事業者選定にあたり、収支面も去ることながら、 コミュニティバス運行にかける意気込みを重視して選定した、特の担当者は述べている。運行コストは、車両購入費用も含めて、各ルートの受託事業者が負担し、赤字分を区が補助金により補填する方式となるが、開業時のバス停留所設置などにかかる経費は、区が負担する形で、運行開始に行った。以下、停留所は主要なもののみ記載。運賃は大人。 小2とも同額で、一人100円均一となっている。支払いには現金及びパスもスイカが利用可能、交通系 IC カード全国総合利用サービスにも対応。バス利用特典サービス、バス特は対象外。また、専用回数券がバス車内と運行を担当するバス営業所で発売されており、販売価格は2000円で21枚綴り、 2100円分の乗車が可能。東京都シルバーパスは使用できず、障害者手帳提示による障害者割引制度も設定されていない。2007年3月18日のパスもサービス開始により、東急バスの夕焼け小焼けルートでは2009年3月16日より、京王バス東の春の小川ルートでは2010年9月16日より、運賃支払いに、 パスモが使用できるようになった。2008年2月29日に開業した富士エクスプレスの神宮の森ルートでは、八甲バスとしては初めて路線開業当初からパスモが利用可能となり、2010年7月1日開業の丘を越えてルートでも路線開業当初からパスモが利用可能となっている。庁舎建て替えを行うにあたり、区役所は 宮下公園近くの美岳の丘付近の仮庁舎へ移転していた。区役所を訪れる八甲バス利用者の便利を図るため、2015年10月13日より2019年1月14日まで、以下措置が行われていた。2019年1月15日に、旧庁舎の場所に新庁舎が開庁したため、1月14日を、 もって、上記の措置は終了した、なお2019年1月15日現在、仮庁舎の場所に一部の部署が引き続き残り、分庁舎として機能している。ただし、変更された経路はそのままで、以下の停留署名の変更が行われた。運行は、東急バス、東急トランセ、京王バス東、富士エクスプレスの3社に委託されている。いずれの車両にも、 八甲バスのロゴと中堅八甲をモチーフとしたキャラクターのイラストが描かれており、犬の足跡を散りばめたラッピングが施されている。八甲のキャラクターデザインは漫画太郎による。また一部には渋谷区 PR キャラクター、渋谷区の妖精アイリスン、区の花々勝負の英名アイリスから命名のイラストが八甲とと共に描かれているラッピング車両も存在する。 運行開始時よりバリアフリーのためノンステップバスの専用車が導入され2003年3月28日に開業した東急バスの夕焼け小焼けルート及び2004年9月2日に開業した京王バス東の春の川ルートでは初代専用車両として日の自動車製のノンステップ小型バスであるポンチョ初代が導入された初代車両の途直は東急バス 京王バス東ともオレンジ色だったが、両車で八甲の顔の表情が異なっており、京王車の方が目が丸くなっている。また顔周りの塗装も多少異なり、東急バスの車両はボンネットのクリーム色の面積が広く、八甲の目の周りまでクリーム色。京王バス東の車両は八甲の目の周りはオレンジ色となっていた。表情や塗装が異なる理由は、塗装は 各事業者で独自に行っており、春の小川ルート運行開始時に、八甲の表情が見直され、顔周りのデザインが微妙に更新されたためという。初代車両のバンパー右の数字、車番の一部は、東急は1桁、新車は4桁で、京王は3桁、側面のプレートは東急が赤字、京王が白字に、青字で区別できた。また所属営業所の所在地に応じて、東急は、 品川ナンバー、k 応は、レリーマナンバーとナンバープレートでも識別できる。運行開始時に導入された初代ポンチョが経年を迎えたことから、二代目車両として同じく、日野自動車から2006年3月22日に発売された新型ノンステップ車両のポンチョ、HXK が採用された。東急バスでは2008年より、初代車両が順次代替され、 その際に東急バスの車両は赤色に図書化変更し、担当会社ごとにカラーリングを分けるよう変更されている。また京王バスでも丘を越えてルート開業に伴い2010年より初代車両が代替された。なお、東急の初代車両の方が先に代替され、東急の新型車両と京王の初代車両が混在している時期があっため、東急の二代目車両を赤色に変更し、 慶応の車両は開業当初のオレンジ色のままとされた。2008年2月29日に開業した富士エクスプレスの担当する神宮の森ルートでは2008年の路線開業当初から2代目ポンチョが導入されており、このルートのみにドアロングボディの車両が使用れている。八チバスの歌はトーバスをテーマとした楽曲である。ミュージシャンの松浦美香が作詞、作曲し、 竹内洋子と原宿少年少女が師匠団により歌唱されている。2013年現在は全ルートの社内放送に使用されているほか、渋谷区内のすべての小学校で校内放送としても使用されている。音源は商品化されていないが、楽曲制作者により区立各図書館に CD が寄贈されており、借り出すことができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。